やってることが子供うめえ。おしゃれ。おしゃれだね。いや、もっと先行きたかったっすね。あそこからなんかスピンでピッみたいな。あ、これ、あ、乗っちゃった。乗ったっすね。乗せがち。乗せがちです。乗せたっすね。これは俺が悪いね。これは難しいわ。難しいね。だけど手前だ。めっちゃ掘っちゃったグレーサー、あ、じゃあグレーサー、あの、メッチください。メッチごめんなさい。うめえ。あ、ちょっと足らないか。ちょっと抜けちゃったな。さあ、パーパット。パーパットは言い難いよね。長いパーパットだな。これ、どっちかかな。影なんかすれすおお、そっか、のままだ。そうだ。うん。まあ、どんまいってことですか。そうだね。もうパッチョ勝ちですね。パッチョ勝ち。ナイス。あ、これ入った。フック？フックだ。あらー、この寄せ案ゲーム2人で1個しか取れない。寄せ案ゲーム2人で1個しか取れない。やばいね。1個ずつですよ。ね。なんか画面上で難しかったって伝わんないじゃないですか。そうだね。確かに LINE とかも分かんないですもんね、画面上はね。うまい。うまっ。うまいですね。ほう。はあ、これはちょっくりしないよ。ピン。あ、勝った。残り2ホール。2ホール、はい。さあ、2ホールはちょっと締めますわ。締めますか。はい、はい、締めさせていただきます。決めていきましょう。いや、でもなんかアプローチ練習になっていいっすね。そうですね。俺たちはね、うん、最高だよ。こういう技術もあるんだよ。ね、だからあんまり練習する機会ないし、それから
そうだよね、うん、ちょっと低めに行きたい。しょー低くない。うん、自分からしたら低い方でしょ。そうですね、うん、しょー危ない。グッド、ニアピ、うん、ストークラフまで行ったかもしれないですね。危ない。テーマ、よーく生徒さんに言ってる。念転してくださいって、うん、体回しましょう回しちゃいましょう、うん、手本になるように頑張ろう。そうですね、うん、スイング綺麗になりたいな。スイング綺麗じゃん、うん、いや、もっと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 筋肉がないからね、限度があるんですよ一緒やん一緒やん。どこかな。左フェアリーに一つ、これが僕。あ、奥まで行っちゃってますね。一応一応到着。あ、これさ、あれでしょ、左のバンカー越えていくやつでしょ。ちょっとこれ、あえて奥めにしようかな。あ、え、右奥ってこと、うん、え、右バンカー越えていくってこと。そうそうそう。え、で、ないで、スピンショットしてスピンショットでパー取る。じゃあついていこうかな。右奥ね。右奥174だから、まあ180を吹かして、うん、右奥ね。180吹かしですセカオは吹かしです吹かせねオーバーさせるってことですよね。オーバーです。右奥に。吹かしすぎか。バンカーじゃねえこれ。越えろ。越えた。越えた。越えた。乗った？奥。まあ乗ってないからいいんですよ。まあまあ、まあ、こっからですよ、問題は。見せ場ですからこんな技術があるんだサナパって思われた方がいいでしょ。いや、頑張りたいですね、うん、たまにはね、いいとこ見せないとグリーン奥、あいついつもふざけてるだけだぞみたいになってきてるから最近技術あるんだよ大事ね。ちゃんとできることもあるんだよ。あ、いい、いい、もういい、良さそう、良さそう、いい、いい。これを上に上げて、そうですね、スピン、スピンかな。逆にポッコン系。そうだね、ポッコン系ロ、ね、ポッコンログですね。よいしょ。あ、うまい。おー、うめえ。うめえ。ナイスやればできるってサナパだよ気合い入れすぎちゃったやっぱ、さすが。うめえ、うめえ、ナイスです。恥ずかしい綺麗なダルマ落としだった
ナイス。ナイスパー。二つ目。有言実行。うちら一個ずつだったんですね、まだ。忘れてました。盛大に縛られてるのすごい縛まみれだけど決勲ですよ。勲章か、勲章いただきましたよ。もうこれ家まで持って帰ります、この縛たち。持って帰ろう。あ、面白い。やっぱ持ってる。言えないんじゃないワンちゃん。すすうん、ナイス。素晴らしい。まあまあ寄せワンちゃん寄せワンです。いやーマジで二つ。やばかったっすね。うん、イメージ通りでしょ。イメージ通りだった。ね、うん、めっちゃ良かった。パチもイメージ通りでした、さっきのやつは。あの、2回目は。2回目なんかね、ちょっと左足下がりだったんですよ。そうですよね。ね、難しそうでしたよね。あれで、あんなに開いたら、うん、私のレベルだと、どっちか。0100。このホールいつもドライバースプーンなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。左ルートなんで右行けないんですよ。確かに寒い。寒いですね。じゃあ、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。しましょうね。アゲアゲがアゲアゲ聞きました。アゲアゲですよ。もうパー取れないことが確定しました。確定。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。危ねえ。しょ、大丈夫。うん、あ、こういうところだ。よく見えますね。内緒。今のは捉えました。ズーム捉えました。お願いします。あ、いた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 。ナイス。ちょっとモチベーターがないんで、私はそこからセカンドってことにして。あ、いいですよ。セカンドにしようか、ね。一緒のところからいいっす。あ、いいっすよ。まあいいや、3ダウンだけど。まあこれを取った人が勝ちですね。そうっすね。はい、そうっすね。そうっすね。もうやりたい放題だわ。ダメろ。これが個人チャンネルの力だ。そうですね。何でもできちゃう。でもサナパチャンネル基本カットないんで。あ、そうですね。ないです。ほぼ採用です。だから1本の動画が25分ぐらいになっちゃう。ああ、なるほどね。3ホールぐらい。そっか、3ホールやるからね。うん、いいね、でもね。ちょっと垂れ流しで。でもそしたらさ、なんか最近、うん、よく言われるんですけど、うん、なんか、ラジオにしてるって言われたんですよ。ラジオにしてる、うん、あ、トークが長いから。ああ、なるほどね。いいんですけど、うん、え、プレイ見てないんだって。確かに。いいけど。まあ。68を、え、でもこれ左側の方が面見えますよ。そうだね。うめえ。そういうのうまいよね。うまい。完璧。あ、もっと行ってもよかった。もっと、すいません。
ちょっとね。もう絶対乗せない。あ、ちょっと手前すぎるよ。わかるわかる。ほんま気持ちいい。UT 縛りでしょ。今回はじゃあ、UT 縛りという形で、寄せは。36。20代後半私の年齢ですね。うまい、これはうまい。強い、ぴったり。あ、ちょい強め。あー、なんか、あーあパッチョ勝ちです。予選はパッチョ勝ちです。ナイスパッチ。難しいね今のユーティリティは。いや、難かったですね。いいですね、でもこういう発想ですね。なんか100ギリ的な人が結構ユーティで寄せたりしますもんね。そうですね、全然ありですね。うん、難しくてアプローチが、ホワイトもやってましたもん最初。やってたんですか。うん、持ち剣に教わってる時ユーティで転がせっつって。教え方それですもんね。うん、転がせだからやってよって言ってた。きた、うめえ。ナイス、ナイスパー。うめえ。閉めました。あ、閉まりましたね。閉まりました。それはナイス。ありがとうございます。ナイスです。意見忘れてた。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。閉めるか。予選合計3個、はい、3個1個負けました。勝ちました。ちょっとねダラダラなりましたけど。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいですね、このアマチュアゴルファーもなんかすごいためになるんじゃないですかね。僕らみたいなやっぱね、そのあまりスコア伸びない人たちが、うん、勉強になりました。いや、本当そうだと思います。はい、100切って出る人って 10% ぐらいですよね。15% とか、うんうん、なんかそんな感じです。じゃあみんな大体100切ってない。うん、切ってない。人が多いのかなって思うんですけど、こういう転がしとかね、番手上げて乗せるとか、そういう技術をやった方が100はすぐ切れるんじゃないかなって、うん、最近ね、あの、思ってます。最近思ってます。はい、あ、まあ、改めて、はい、やっぱり、あ、こういう、なん、上げる必要ないんだなっていうのが分かりました。うん、なるほどね。深い言葉ですね。上げる必要はない。うん。はい、ありがとうございました。こちらありがとうございました、本当に。またお願いします。はい、お邪魔しました、そちらにも。あ、いえいえ、全然、あの、本当にありがとうございます。お久しぶりの出演で。はい。はい、またよろしくお願いしま す, お願いします。ありがとうございました。動画がいいねと思った人、はい、高評価ボタン、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。コメントもお待ちしてます。バイバイバイ。後藤でした今、うん、後藤か後藤堀北かどっちかです。面白いだけだった。